はい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 、乾杯乾杯。阿部監督のコメント見ましたけど、ちょっと面白かったですね。見ました？今日は乾杯なんで、乾杯して寝たいと思いますみたいな。うん、本当にそれぐらい言えるジョークというかね、余裕があるのかなというふうに思うし、まあ正直、まあ阪神ね、すごく調子が上がってきてて、まあ3連勝してるんかな？ 3 連勝してて、今日からのね、巨人戦というところで、まあ非常に、まあジャイアンツからしたら、まあ3連敗だけは、避けたいかなっていうところだと思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、タイガース対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、まあしんどいですね。まあまあ乾杯、まあこういう日もありますと、正直ね。まあ才木投手っていうところで、まあなかなか点は取れないやろうってね、まあ取ってほしいんだけどね、取れないだろうっていうふうなところで、まあ実際、まあなかなか点が取れなくてという、まあチャンスはね、まあ何回かはあったんですけども、結果的にヒットなんかも、ね、4本しか打ってないっていうのがあるんで、まあなかなか勝てないだろうなっていうふうなところはありましたと。で、まあ今日のね、負けの原因というか、まあいろんなところはあると思うんですけども、やっぱり、まあ先に点を取られてしまったというところと、うん、まあ難しい要求にはなるんだけど、そこと、まあクリーンアップのね、3番、4番、5番の、打力の差というかね、打ったか打ってないかっていうところの差かなっていうふうに僕的にはね、そう思いました。はい。じゃあね、そんな感じで今日ね、やっていこうと思うんですけども、まず得点シーン振り返っていきまして、で、その次にスタメンの変更点などを見ていきます。で、それで3個目が、僕が気になったところであったりとか、ここ、勝負どころでしたな、みたいなところを、できるだけね、わかりやすく、面白く、配球チャートも使いながら、見ていきたいと思います。じゃあ、まず、得点シーン振り返っていきます。はい、このあたりにですね、僕の胸のあたりにですね、画像を出しまして、ちょっとね、一緒に見ていきたいなと思ってます。はい、まず今日はですね、5対1というところで、まあジャイアンツ負けてしまいました。まあ連勝がストップしたという形になるんですけども、まあこういう試合もまあありますと。まあ気持ちは見えてたというかね、いろいろこう才木投手の球数を投げさせたりとかっていうところは非常にまあできてたと思うし、まあなかなか打ち崩せないピッチャーというところで、まあなんとかっていうところは見えていたんですけども、それが結果につながらなかったという形ではないかなと思ってます。はい、まずじゃあね、まあ4回までゼロ続きまして、まあ5回ぐらいですね、ノーアウト1塁で前川選手にレフトへのツーベース打たれて先制されますと。で、6回裏ですね、ノーアウト1、2塁から大山選手にホームランを打たれてしまって3ランね。うん、ここはちょっと痛かったかなっていうふうに思います。で、7回表で、ワンアウト満塁から丸選手のファーストゴロの間に、まあ、いわゆるゲッツー崩れというやつで、1点入りますと。で、8回にも、ノーアウト、先頭かな？先頭の森下選手にホームランというところで、まあ今日5対1というところで負けておりますと。まあ悔しい、敗戦になってしまいました。まあただ、まあ3回までね、タイガースに関しては3閉鎖す。1回、2回、3回、ゲッツーね。3つ取られてるんですね。ジャイアンツからしたら3つ取ってるんですね。だからそういったところで、まあ僕よく言ってると思うんですけど、ゲッツーってすごく、流れが変わったりとか、やっぱり、一人のバッターに対して、2つアウトを取れてるっていうところで、なかなか点が入りにくかったりするんですね。まあね、流れもそうだし、まあ実際そうじゃないですか。アウト2つずつ取られてるわけなんで、3イニング連続でね、取られてるわけなんで、普通で言ったらなかなか得点するのって難しくなってくるんですけども、まあ今日は非常に阪神打線ね、ヒットが13本というところでですね、非常に打線も活発に動いてたんで、5点も取れたんじゃないかなって思います。はい。でですね、まあ才木投手先ほど言いましたように、まあなかなか打てないよと。だから球数ちょっと投げさせていこうよっていうね、多分ミーティングはされてたのかなってジャイアンツね、思いましたし、まあ5回までで90球弱ぐらい投げてたんですよ。87、8球ぐらい投げてたんですよね。だから、まあ結構ね、投げさせてはいるんですよ。ただそこでね、まあ7回まで投げられて、7回途中までね、投げられてというところで、まあ結局、まあ才木投手からは1点も取れなかった。まあ
変わってキリシキ投手の時に月崩れ全取ったっていうところなんで、まあ実質まあその才木投手を打ってっていうところではなかったんで、まあなかなかね、やっぱりいいピッチャーだなっていうところはありました。じゃあですね、スタメンの変更点などをちょっと見ていきたいと思います。この辺にね、画像を出しながら見ていきたいと思います。まずはタイガースからなんですけども、タイガースから前日というかね、28日の中日戦からあまり変わってなくてですね、今日は、この間はね、7番に、じゃあ6番にレフト野口選手が入ってたんですけども、今日は6番に、レフト前川選手が入っておりますと。で、この間西勇輝投手がね、投げておりまして、今日は才木投手というところで、まあ、ほぼ変わりない、スターティングメンバーで今日ね、臨んでおりますと。で、対するジャイアンツはですね、28日対、DeNA 戦から変わったところはですね、まあ岡本選手が今日レフトに入っておりまして、まあモンテス選手ね、今日、サードで入っておりますと。うん。で、この間はサード、坂本選手だったんですけど、今日は、サード、モンテスと。で、この間、ショートのモンテスが、今日サードなんで、今日はね、ショートに伊豆口選手8番に入っておりまして、この間は菅野投手が投げてたんで、小林捕手だったんですけども、今日は7番に、キャッチャー岸田選手が入っております。はい。で、そうですね。この間は、レフト、若林選手だったんですけども、今日は岡本選手がレフトというところで、このようなオーダーになっておりますと。いうところ。はい。まあ、なかなかね、点は取れないと思うんだけども、しっかりね、チャンスを、少ないチャンスを作っていくと。で、それを、しっかりものにしていこうという、狙いというかね、まあ、球数を投げさせたりとか、まあ、後半勝負というところを、していくっていう形がね、見えてたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここ勝負どころだよみたいなところですね、できるだけ分かりやすく面白く伝えていきたいと思います。はい、まあ今日負けたんでね、ちょっとテンションが低めかもしれないですけども、やっていきます。はい、まず1回表ね、まあ今日ね、少ないチャンスではあったんですけども、1回表にね、まずチャンスあったんですね。丸選手がね、ヒットで出て、吉川選手が粘りながら、10球目かな、11球目ぐらいを、レフトフライと。で、ヘルナンデスがショートライナーなんですけども、ツーアウト一塁から岡本選手ね、ストレート2球来まして、センター前ヒットというところ。で、ツーアウト一、二塁で大城さんが空振り三振してしまうんですけども、まあ今日通じてね、よく高めのボールをね、使ってるなというふうに思いました。なんか今日ね、実況というか、解説の方を聞いてみると、まあその岡田監督がちょっと高めの使い方をね、もうちょい見直した方がいいというか、高めもっと使った方がいいんちゃうかみたいなことを、まあキャッチャー陣とかね、バッテリーに言ったっていうことをね、おっしゃってまして、そういったところで非常に今日ね、まあ才木投手で、身長が高くて、球も強くて、フォークボールがあってというところで、よりね、一層その高めのボールっていうのが効果的に、うん、使えたんじゃないかなというふうに思うし、まあこの大城選手のね、この2アウト1、2塁からの三振も、結局これ高めのボール球を振らされてるんで、相当やっぱり球に力があるなっていうところはね、この時点から感じておりました。はい。でですね、3回表、これね、チャンスあったんですね、ジャイアンツね。ワンアウトから丸選手がまたヒットで出ますと。で、ワンアウト一塁から吉川選手レフトフライと。まあ、2打席連続レフトフライかな。まあ、同じようなフライだったんですよね。で、ツーアウト一塁からヘルナンデス選手の時に、まあ、3球目に、丸選手がスチールを決めると。素晴らしいですよね。で、ヘルナンデス選手もフォアボールというところで、ツーアウト一、二塁、岡本選手というチャンスを作るんですね。はい。で、先ほどストレート2球打ってますと。ストレート1球目来て、ストレート2球目来て、それを打ってますと。なんで、まあ、まあ、なかなか、打たれた球種から入るっていうのも、まあ、結構リスキーだったりするんで、ちょっとこれね、フォークから入るんですね。そしたら、岡本選手、フォーク空振りしますと。で、ワンストライクになって、次のストレートをショートゴロというところで、まあ、うまく配球されたなというかね。まあ、やっぱり、こう、岡本選手クラスになってくると、なかなかこう、打った球を、またね、続けていくっていうのも怖いと思うので、まあ、チャンスですし、まあ、阪神からしたらピンチなんで、そういったところでフォークから入ってきたんじゃないかなって思いますと。はい。でですね、次4回裏見ていきましょうか。4回裏。この回もですね、まあ、ジャイアンツ、非常にいい形でね、やるんですけども、先頭の中野選手がレフト前ヒット打ちますと。もうこの時点でマルチ安打ですよね。で、ノーアウト10で森下選手、1球目のカットボールに対してラインのヒット、
おそらくかけてきたんですけども、空振りしてしまうと。で、それで、岸田選手がしっかりね、これ二塁でアウトにすると。で、今日2個アウトしてんのかな、盗塁を阻止してんのかな、うん。非常にいい送球。まあ、肩がめちゃくちゃ強いわけではないんですけど、岸田選手ね。非常に安定感、送球の安定感っていうところもありますし、非常に、素晴らしい送球だったなと思いますと。で、森下選手もショートゴロに打ち取って、で、2アウトランナーなしから、佐藤選手もね、空振り三振というところで、ランナー、先頭バッター出したんだけども、しっかりね、まあやはり3イニング連続ゲッツを捉えてるというところで、まあなんとか二塁にランナーをやりたいというところで、ランエンドヒットね、初球からかけてきたと思うんですけど、そこをね、空振りしてしまった森下選手っていうのはちょっと、いただけないなっていう感じはありましたが、まあそこをしっかりね、スチールでさせたっていうところ、岸田選手、素晴らしいなというふうに思います。で、ここですよね。まあ、点を取られてしまう回なんですけども、5回裏ですね。先頭の大山選手、これセンター前ヒットね、これね、多分シュートだったと思うんですよ。シュートだったと思うんですけど、これをね、引っ張りに行ったら間違いなくゴロになるんですけど、これをしっかりセンター前ヒット打てたっていうのが、大山選手のね、素晴らしい打撃技術じゃないかなと思います。で、ノーアウト一塁で前川選手にこれ、レフトへにね、二塁で打たれるんですけども、まあ、その、スローボールの後だ、スローカーブの後だと思うんですよ。で、前も多分スローカーブの後かなんかに打たれたっていう感じが確か僕の記憶の中であるので、まあスローカーブね、今日結構使ってたんですけど、まあ使うのはいいんですけども、やっぱ次の球っていうところをね、意識してある程度投げていかないといけない。うん、バッターもやっぱり遅いボールが来たから次速いボールでしょっていう感じでね、待ってるバッターが非常に多いと思うので、で、結局、これもストレートを打たれたと思うので、それ非常に、まあ、スローカーブというところは有効的にね、使っててもらいたいと思うんですけども、どっちかっていうと、次の球を何を投げるか、どういう意識で投げるか、どのコースに投げるかっていう風なところが、僕は大事かなというふうに思うので、そこをね、次からは意識していってもらいたいなというふうに思います。で、点を取られた後、まあ、その前川選手がこれ三塁でアウトになるんですけども、まあ、実際、まあ、三塁を狙うというのは非常に素晴らしいアグレッシブルな、走塁ですけども、僕的にはこれ二塁止まってた方が嫌やったかなっていうふうに、正直思いました。まあ、三塁でセーフになったらね、それは一番いいんだけど、うん、まあ、この、アウトになるぐらいだったら二塁で、まだノーアウト二塁というところでね、攻撃を続けられる方が僕は嫌だったなというふうに思います。で、ワンアウトから、木浪選手がね、またセンター前ヒット打ちまして、で、ワンアウト一塁から、梅野選手がセンターフライ。で、これ、佐伯選手にね、2打席連続ヒット打たれるんですね。これ、レフト前ヒット打たれるんですよね。で、ツーアウト一、二塁から、近本選手をフォアボール。で、ツーアウト満塁から、中野選手をね、スリーツーまで行くんですけど、見逃し三振というところで、まあ、よくね、この感じで1点で粘ったなっていうところは正直ありますと。うん。こんだけヒット打たれてて、うん、まあ、連打、とかね、食らってるわけですけども、これで最小失点で抑えられてるっていうのは非常に良かったと思いますけども、なかなか、乗り切れないなっていうところは正直ありましたと。うん、やっぱりボールカウントにすることが多いというかね、特に、まあ、意識してるバッター、例えばこう、大山選手であったりとか、近本選手であったりとか、中野選手がね、そういう主力のバッターに対して、まあ、おそらく、意識がね、あるんで、そこから2ボールスタートがね、すごく多かったんで、そういったところで非常に今日ね、苦しいピッチングが山崎伊織投手続いたんじゃないかなと思います。で、この点を取られた後のイニングですよね、6回表ですね、ヘルナンデス、岡本、大城というところが、まあ、三者凡退に打ち取られてしまうというところで、まあ、一気に阪神に流れがいったのかなと思います。で、6回裏ですね、ピッチャー中川さん変わりまして。まあ、この交代に関しては僕は正解だったんじゃないかなと思うし、結構アップアップというか、山崎伊織投手もあんまり状態良くなかったなと思うので、まあ、この交代はいいんじゃないかなと思いました。で、6回表にヘルナンデス、岡本、大城というクリーンアップが、まあ、打てなかったと。三者凡退してしまったというところで、まあ、この6回裏はですね、阪神のクリーンアップが回ってくるというところで、冒頭でも言いましたけども、まあ、クリーンアップが打つか打たないかっていうところで、こんだけ変わるんだっていうところが、今日ありまして、このイニングね、中川さんが出てきて、まあ、先頭の森下選手が、まあ、センター前ヒット。で、ノーアウト一塁から佐藤選手が、ライト前ヒット。で、これ、ノーアウト一、二塁から大山選手がホームランというところで、先ほどのね、ヘルナンデス、岡本、大城のところ、三者凡退でしたけども、これね、三者連続ヒットなんですね。うん。そういったところで、まあ、非常に、まあ、やられた感が強いし、まあ、このノーアウト1、2塁からの大山選手のね、ホームラン、初球のスライダーなんですけど、低めの、インコース低めの、まあ、ストライクかなっていうボールだと思うんですけど、それをね、一発で振り抜いてホームランっていうところで、まあ、狙ってたとは思うんですけども、それをしっかりね、
売ってたっていうところはね、非常に素晴らしいと思うし、まあ、中川さんね、最近ね、ずっといいピッチングをしてて、まあ、この感じで打たれたんで、ちょっとね、この悪い印象というか、まあ、今、ジャイアンツのね、ブルペン陣非常に状態がいいので、ちょっとな、中川さん、不信感じゃないけども、あ、どうなのかなっていうところは正直あります。はい。で、次ね、7回表。これもね、チャンスあったんですよね。これが最後のチャンスでした。はい。ちょっと見ていきたいと思うんですけど、先頭のモンテスがフォアボール出ますと。で、ノアで1塁から岸田選手がね、打った打球。まあ、サードの佐藤輝明選手がエラーしてしまうと。これ今日2個目のエラーなんかな？うん。で、ノアと1塁で、1、2塁で、泉口選手もフォアボールと。もうこの辺ぐらいから、まあ、やっぱり序盤からね、球数を投げさせてたんで、結構きついだろうなっていう感じは、まあ、表情とか見てても、結構こう、抑えが効いてないというかね、高めに浮き始めてるんで、ちょっときついだろうなって才木投手ね、思ってたんですよね。で、ここでの、若林選手、ちょっと配球見ていきたいと思います。これね、大事な場面だ。はい。ノーアウト満塁で若林選手。まあ、結果見逃し三振してしまうんですけど、まあ、ここは、まあ、非常に難しい打席でした。はい。はっきり言うとね。で、こういう場面って僕はやっぱり初球ね、ある程度ゾーンに来たら振ってってほしいっていうのがありまして、なかなか甘い球は来ないんでね。で、フォアボールの後なんで特にこう入れに行きたいっていう心境が働くんで。で、それに対してまっすぐね、初球来たんですけど、しっかり振ってってファールになると。うん。で、次のボールがね、ストレートでボール。で、スライダーでボール。これで2ボールワンストライクじゃないですか。で、次の球がめちゃくちゃ重要なんですけど、ストレートでギリギリストライク取るんですね。で、これはおそらく若林選手ボールだと思って見逃してるんですよ。で、これをストライクに、判定されてしまうというところで、まあ2エンド2ですよね。で、最後フォークボールが来て、先ほど言った2ボールワンストライクからのストレートのところに近いところにフォークが来たんですよね。だから若林選手からしたらこれはボールやろっていう感じで見逃したんですけど、これがねストライクと言われてしまって、まあ三振してしまうんですけども、まあこれはちょっと打てるボールがあんまりなかったというか、うん、まあ振ってほしいっていうところはあるんだけども、まあすごく難しい打席だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、その後まあ桐敷投手出てきまして、まあワンアウト満塁から丸選手がファーストゴロと。うん。まあ、これも完璧にゴロを打たしに行ってるというかね。ストレートでボール、ツーシームでファール、ツーシームでストライクでツーシームでしょ。もう完璧ゴロを打たしに行ってるんでね。内野も後ろ下がってるんで、まあ、1点は OK という守備体系なんで、そういったところでもう完璧にゴロ狙いだろうなっていうところ。で、ツーアウト1、3塁でピンチヒッター坂本さんがまあ見逃し三振と。まあ、これも、まあ、フォークボール、ファール。で、フォークボールで空振り。で、ストレート。でね、アウトコースギリギリで、見逃し三振というところで、やっぱりこの、まあ、佐伯投手もそうですし、まあ、桐敷投手もそうですけども、やっぱりこの短いイニングで、ある程度やっぱ全力で投げてこられるとね、やっぱ難しいなっていうところあるし、まあ、ジャイアンツの打線もね、なんとかしてほしいっていうのはあるんだけども、やはりね、今日に関しては、ちょっと厳しいなっていう感じ。うん、まあ、強いて言うなら若林選手の、まあ、2ボール1ストライクからのストレート、あれを振り抜いていければ、振っていければ、もしかしたら結果出てたかもしれないですけども、まあそれも結構ギリギリなボールだったんで、非常に難しいなっていうところはありました。で、最後8回裏にですね、まあ平内投手出てきまして、まあ先頭の森下選手のホームラン、初球のストレートをホームラン浴びるという、まあちょっと甘いボールでしたけども、浴びるというところで、まあ今日に関しては、まあその、まあ球場の雰囲気がもちろん甲子園でね、阪神、めちゃくちゃ阪神なんで、アウェーだし、まあ、ちょっとこうね、僕的にはね、ゲッツーがこんだけ3回までに3つゲッツー連続であったんで、あ、今日、いよりあんまり調子良くないけど、なんとか今日ものにできるかなっていう感じは正直あったんですけど、やっぱり結局、佐伯投手の高めのボールであったりとか、球数を投げさせてるんだけども、あと1本が出ないっていうところで、先にね、まあ、前川選手打たれて点を取られてしまったっていうところで、完璧にね、流れが向こうに行った。で、まあ、スリーランでね、まあ、3番、4番、5番が打ったというところで、より一層ね、ジャイアンツからしたらアウェイになったというかね、球場の雰囲気も含めて、ちょっと厳しいなっていう感じになったんで、まあ今日はね、冒頭でも言いましたように、まあ完敗、完璧な完敗なんで、まあしっかり切り替えてね、逆にこれぐらいの完敗の方が、まあ、切り替えられるかなっていうふうなところはあるので、そこはしっかりね、まあ反省もしながら、振り返りもしながらですけども、明日にまたね、備えていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、3連敗だけは気をつけてね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおできます。じゃあバイバイ。